射的競技の一種である。また、その競技で使われる矢のこと。近年、日本では、ダーツバーなどが増え手軽に楽しめるゲーム性のある、スポーツとしても楽しまれている。ダーツとは、ダーツボードと呼ばれる30センチから40センチの円形の的に、一定の距離から手投げの矢を投げ、得られた得点により、優劣を競う、射的競技である。 ポイントと呼ばれる矢尻に金属を用いたスティールティップダーツまたはハードダーツとプラスチックなどの比較的柔らかい素材を使うことで安全性を高めたソフトダーツがありスティールティップダーツでは2メートル37センチソフトダーツでは2メートル44センチ離れたところから投げるボードの狙った場所にダーツを命中させる技能性だけでなく ゲームルールによっては高度の戦略性をも要求され、精神的な要因に結果が大きく左右される、デリケートな一面を有するスポーツである。なお、スティールティップダーツとソフトダーツは、矢尻の違いのみならず、ボードサイズや、ゲームルールにも若干の差異が存在している。ダーツは、型からして人類が、太古の昔から狩猟のため使用していた弓矢の矢である。 それが14世紀頃のイギリスで100年戦争の最中に酒場にたむろしていた兵士たちが余興でワインダルめがけて矢を放つようになったことがダーツの起こりと言われている。当時は戦争中でありワイン損も貴重なものであったことから木を輪切りにしたものを使うようになりまた矢が手投げしやすくするために短く変化していった。この木を輪切りにしたことにより もともとあった木の年輪にや乾燥によるひび割れが、現在のダーツボードの特典システムの元となり、19世紀末になって、現在のような特典システムが確立された。20世紀初頭までは、このような木を輪切りにしたボードが使われていた。こうしたボードは手に入れやすい反面、水につけて矢が刺さりやすくしていたので使い込むにつれて、木が痛み。 不快な匂いが発生する問題があった。こうした匂いを抑えるため、1935年にイギリスの農道者により、船舶ヨーロープに用いられるサイザルアサを圧縮して作られたブリッスルボードが発明された。このブリッスルボードの発明により、特典システムと簡便なダーツボードが揃うことになる。1980年代になってアメリカのメダリスト社が、 エレクトリックダーツと呼ばれる自動計算機能を持ち、ビットと呼ばれる矢が刺さる穴が開けられたプラスチック製のダーツボードを開発した。このダーツボードではそれまでの金属製ポイントと違い、プラスチック製のポイントを使うことができるようになり、それまでの金属製ポイントとブリッスルボードで行っていたダーツを大きく変えるものであった。これ以後、ダーツは、 ソフトダーツとスティールティップダーツに分かれていくことになる。日本では歴史的に長らく愛好されてきたスティールティップダーツは根強い人気があったが競技人口が少なかった。しかし手軽で安全なソフトダーツが登場し、さらに21世紀になって IC カードを用いて個人記録を残せたり、ネットワーク対戦機能を有する機種も登場した。 ことにより、ソフトダーツが広く普及した。競技人口が増え、大会なども頻繁に行われ、ソフトダーツのプロトーナメントも登場し、ついには、スティールティップダーツにも注目が集まるようになってきたのである。現在、ソフトダーツからダーツをはじめ、スティールティップダーツとソフトダーツの両方をたしなむ。 プレイヤーも増えてきており、日本でのスティールティップダーツの大会も増え始めた。また、スティールティップダーツの最高峰である、プロフェッショナルダーツコーポレーションが主催する、世界大会、PDC ワールドダーツチャンピオンシップへの、日本代表を決める PDC チャレンジ、トーナメントにおいても、ソフトダーツのトッププレイヤーや、ソフトダーツ出身者が、優勝者を含めて、 決勝トーナメントを占めるなど、ソフトダーツの選手が、スティールティップダーツの大会で上位を占めてしまう例も、当たり前の状況になってきた。また、昔は、パブやバーに置かれていることが多く、大人のスポーツのように捉えられてきたが、現在では、ゲームセンターに置かれていたり、ダーツ専門のショップが増えたりして、学生や子供でも、気軽にプレイすることができ、19歳以下の大会や、 ユースが開催されるほどである。スティールティップダーツとソフトダーツの最大の違いは、もちろん、矢尻部分が金属製か、プラスチック製かという違いである。他の違いとしては、ボードサイズが、スティールティップダーツの英国公式サイズでは13.2インチで、あるのに対して、ソフトダーツでは15.5インチであることが挙げられる。ただし、日本における、 スティールティップダーツの公式サイズは34センチであり、またソフトダーツでも家庭用では、スティールティップダーツサイズのボードが使われるなど、そこまで厳密に区別はされていない。この他、スローラインと呼ばれる矢を投げるために、足が越えてはならないラインから、的までの距離が、スティールティップダーツは237センチであるのに、対して、 ソフトダーツは2 4 4ンチであるという違いや、一部のゲームにおいてルールが微妙に変わったり、エレクトリックダーツのコンピュータによる計算能力に依存しているため、スティールティップダーツでは行われないゲームがあるなどの違いがある。スティールティップのハウスダーツソフトダーツの構成部品ダーツの構造は矢先方向より、ポイント、バレル、シャフト、フライトに分割される。 これらのパーツはそれぞれ交換可能であることが多い。ポイントポイントとは、ダーツの先端であり、矢で言うところの矢尻にあたる。スティールティップダーツでは、金属製であり、ソフトの逆ということで、ハードダーツと呼ばれることもある。スティールティップダーツで用いられるティップはもともと交換ができないか、専用の機材が必要なものが多い。ソフトダーツでは、プラスティック製であり、 ティップと呼ばれることも多い。ティップは敵に当たった際に折れたり、強く変形したりする消耗品である。また、種類も豊富であり、硬さや粘り強さ、長さなどが、メーカーごと、種類ごとによって違う。また、近年ソフトダーツの先端だけを、金属製にすることで、スティールティップダーツに対応できるようにした、コンバージョンポイントという金属製ポイントも出てきている。 この他に、ティップとバレルのネジのシー由を逆転させ、より重心が前よりでスティールティップダーツの感覚に似せようとした 4BA 規格と呼ばれる規格のソフトダーツが市販されている。また2013年末には、ダーツメーカーのモンスターバレルズデザインと L スタイルの共同開発で 2BA 規格よりもネジ部の外径が 1.6mm 細く、 バレルをより細くすることが可能なナンバー5という企画が登場した。バレルダーツ中央の金属製の部分であり、矢でいうところのヘラの前半部にあたる。投げるときには、このバレルの部分を持つことが一般的である。バレルとは、孫の意であり、もともとは太く中空であったことから、孫に見立てて、バレルと呼ばれるようになった。バレルの材質は、真鍮、ニッケル合金。 タングステン合金など様々である。比重の重いタングステン合金やニッケル合金で作られたものの方がより細くなり、敵に当たった際に干渉し合いにくいが、同時に効果になりやすい。また、形状や滑り止めの刻み、重量なども様々である。重量に関しては、スティールティップダーツの方がより重いものが多く、JSFD 公式ルール上は五十グラムまでの バレルが認められているが、実際には 20g から 25g を用いる選手が多い。ソフトダーツではこれより軽いものを用いることが多く、16g から 20g ぐらいのものが多い。これはソフトダーツマシンの破損を防ぐ意味もある。シャフトシャフトとは、ダーツ後部のフライトが取り付けられている部分であり、矢でいうところのヘラの後半部に当たる。材質は、 金属やナイロン、グラスファイバーなど様々なものが使われている。ボード上で、ダーツ同士がぶつかった時に干渉を避けるため、このシャフト部分が回転したり、磁石で外れたり、柔軟な素材を使うことで曲がったりすることも多い。また、フライトを取り付ける構造も様々なものが存在するが、一般的なものとしては、最後部に十字の切れ込みが入っており、 そこにフライトを差し込んで固定するものである。長さも様々であり、一般的には長いものの方がフライトの効果を高める。長さは短い方からエクストラショート、ショート、インビトーイン、ミディアムという区分で呼ばれることが多いが、メーカーによって多少長さに差があることもあり、明確に何ミリからがどの区分であるというようには定義されていない。 一般的には40ミリから50ミリ程度であることが多い。バレルとの接続部のシャフトに装着するゴム製のリングをオーバンドという。フライトフライトとは最後尾の翼のことであり、矢でいうところの矢羽である。材質は様々で紙、布などを使っているものもあるが、ポリフィルム製であるものが多い。フライトには進行方向とダーツの向きが一致していないとき、 これを引き戻す役割がある。これは、航空機における、垂直尾翼、水平尾翼と同じく水平方向、垂直方向への挙動を安定させているということで、ある。反面、航空機と違いでを離れた後に推進力を得ることが、ないため、安定にエネルギーを費やした分、ダーツの速度が失われ、飛距離あたりの落下率が増える。フライト形状は、非常に種類が多い。 大きく分ければ、スタンダード、シェープ、ティアドロップ、ストレート、スリム、ハート、V ウィングといった種類がある。また、この他に、特殊な形状をしたものもある。原則として、翼面積が増えれば、蒸気の安定性を高める効果は高くなり、同時に失速することも多くなるが、 形状とシャフトの長さによって効果が変わるため、同じ面積であっても、同じ効果が得られるとは限らない。また、一般的なフライトは4枚翼であるが、近年は3枚翼のものも販売されている。また、従来のシャフトの十字の切れ込みに差し込んで、固定するだけでは、きちんと4枚の翼が90度間隔で開かない、ことがあるが、開いた状態で成形されたものやシャフトと、 フライトが一体成形されたものが存在する。フライトはダーツの中で最も面積が広く目立つ部分であるため様々な衣装が施されている。また、ポリフィルム製であるため容易に自作が可能であるので、プレイヤー自身の好みの衣装を印刷し、フライトを自作しているプレイヤーもいる。材質、形状のみならず、衣装まで含めて考えると、 フライトの種類は極めて多いものとなり、またバレるフライトとの組み合わせもあるため、ダーツのセッティングは莫大な組み合わせが考えられるようになる。ダーツボードボードの中心にはブルと呼ばれる部分がある。このブルを中心に同心円の複数のエリアがあり、スパイダーと呼ばれる放射状の線によって、それぞれ20等分され、その外周にエリアのナンバーが表記されている。 同心円の帯状の部分の内内側のものをトリプルリング、外側のものをダブルリングという。ナンバーはゲーム性を高めるために大きい数字の横に小さい数字が来るような配置になっていることが多い。多くのゲームは盤面の数字が高いほど得点が高くなるが、口述のラウンドザ・クロックなどのゲームなどのように数字は 単なるゲーム上の記号に過ぎずに得点とは関係ないものもある。得点得点になるのは一番外側のダブルリングと呼ばれるエリアよりも内側に刺さったものであり、ダブルリングの外側の部分に刺さっても得点にはならない。一等での最高得点は20のトリプルリングでの60点となる。ブルーボードの中心にはブルと呼ばれるエリアがある。 一定以上の高得点を得たり難易度の高いエリアにダーツを複数刺すなど高得点のスローをアワードとして区別し特別な演出が設けられているものがある。ただしアワードを得てもゲーム上の利得はない。ソフトダーツマシンなどでは個人のカードに累計のアワード数を記録しておけるものもある。ダーツは様々なゲームが存在するが大半のゲームでは基本動作は 共通している。プレイヤーは3本のダーツを持って、スローイングラインに立ち、ダーツをボードに向かって投じる。ダーツを投じた後、ボードに刺さらなくても投げ直しはできない。ただし、スローイングラインに立った後、スローイングの流れの中で腕を伸ばした状態で投じた。ものについては投げたものとみなされるが、腕を伸ばした状態になる前に誤って落とした。 場合にはこれを拾って投げ直すことができる。3本のダーツを投げ終えた後、エレクトリックボードであればそのまま引き抜き、次のプレイヤーに交代する。この際、ボタンを押すなど、何らかの操作が必要な場合が多い。ブリッスルボードなど、自動計算機能がついていないボードであれば、自分の点をコールした後、ダーツを抜かなければならない。コールするのは、 プレイヤー自身であることが多いが、大会などでは、構成を期すため、コールを行うコーラーがつく場合もある。この場合、コーラーがコールするのを待って、ダーツを引き抜き、交代する。この3本のダーツを投じることを1スローという。1ゲームは、数人で行うが、全員が、ダーツ3本を投じ終え、一巡した時点で1ラウンドが終了する。これを規定ラウンド数。 またはゲームによっては終了条件を満たすまで繰り返し最終的に最も早く終了条件を満たしたプレイヤーまたは最も得点が多いプレイヤーが勝利するダーツでは以上の基本的な動きによって得点を獲得するがどのように得点しどのようにすれば勝利するのかということはゲームによって違うゲームによっては得点に条件がついている場合もあり 同じ動作をしながら、全く別の競技となる場合もある。また、スティールティップダーツ、ソフトダーツでゲームは分けられてはいないが、エレクトリックボードの計算機能に頼ったゲームは、スティールティップダーツでは、実質的に行えないことがある。また、ダーツのゲームは数百にも上るとされており、ここに挙げたゲームはあくまで一例である。このゲームは、 自分の持ち点を得点分だけ減らしていき、最も早く0点としたプレイヤーが勝利するという、ものである。このゲームは、スティールティップダーツの公式大会で行われる、ものであり、最も基本的なゲームである。公式大会では501点を持ち点とすることから、一般的には501ゲームと言われる。他にも三百一点、ソフトダーツでは最も一般的な七百一点など、 しした2桁以外を自由に設定しゲームが行われているため、それぞれ個々を100桁以上を省略した略称として、またはこれらのゲームの総称として01ゲームとも呼ばれる。ゲームはまず、投げる順番を決めるために、お互いにダーツを1本ずつ投げ、センターに近い人を先行とする。これを、ミドルフォーリドルという。以後、ラウンドを繰り返して、持ち点を減らしていく。 終了する際には、マイナスになってはならず、ちょうど0点とした時点で終わりとなる。減らしすぎて、マイナスとなった場合には、バストといい、そのラウンドの得点は無効となって、相手プレイヤーと交代する。また、ダブルイン、ダブルアウトというルールが存在している場合もある。ダブルインとは、最初の一投は、ダブルリング内に投じなければならず、 これが投じられるまで得点がカウントされないルールである。またダブルアウトとは、最後の一投、つまり0点にする一投は、ダブルリング内か、インナーブルに投じなければならず、そうでなければ、仮に0点となっても終了せず、バストとなる。また、残り点数が1点になった場合もダブルアウトが、不可能なため、バストとなる。スティールティップダーツでは、ダブルアウトは、一般的であり、 個人的な試合から世界大会までほぼ全てのトーナメントに採用されている一方、ダブルインは必ず採用されているわけではないが、ダブルインが採用されている最大のトーナメントのワールドグランプリは別格であり、テレビ中継も行われており、賞金も高い。これに似たルールとして、マスターアウトというルールも存在する。これは終了時には、 シングル以外でなければならないとするルールである。スティールティップダーツで採用されることは、少なくとも公式トーナメントではなく、ソフトダーツ用のルールと考えて良い。現在、ソフトダーツの上級者や、プロトーナメントの701ゲームにおいて一番、採用されている、アウトルールであるが、01ゲームが901や501で行われる場合もファットブルが採用されていれば、 多くの場合ダブルアウトではなく、マスターアウトが採用されている。当然、理論的に、フィニッシュの方法は、ダブルアウトに比べて、マスターアウトの方が増えるが、マスターアウトルールが採用されるときは、多くの場合ファット、ブルルールで行われるため、できる限りブルを用いた方が有利なので、実際に用いる組み合わせは、マスターアウトの方が少ない場合も多い。なお、 先行がゼロになったらその時点でそのゲームは終了であるから高校は不利ということになる。そのため高校がゲームを取ることをテニス同様にブレイクと呼ぶ。陣取りゲームである。チェース、ミッキーマウスという別名もある。自分のスローごとに得点を加算していき8ラウンドの合計得点を競う最も単純なゲームである。1ゲームで24本投げるので。 最高得点は1440点となる。まず1から順番にダーツを入れていき、早く20にダーツを入れることを競うゲームである。ローテーションゲームと呼ばれることもある。派生ルールとして、20の後にブルー、あるいは数字を問わずダブル、トリプルと入れた後、ブルに入れるルールもある。また、スーパーラウンドザックフロックとして、ダブルやトリプルに入った場合、 単純にクリアではなく、2倍あるいは3倍した数字まで、クリアしたものとする、ジャンプアップルールを採用したものもある。なお、2倍あるいは3倍した数字が20を超えてしまった、場合にはパンクとなり、無効となるルールである。ラウンドザ・クロックよりも次のことを考えて狙う、戦略性が必要となる。なお、最短は1のダブル、3のトリプル、10のダブルによる3等である。 40点を持ち点として、1ラウンドごとに指定されたエリアがあり、そこに入れた分を持ち点に加算していき、最終的な持ち点を競うゲームである。1スローで1本も入らなかった場合には持ち点が半減させられる。ダブルダウンと呼ばれることもある。なお、エリア指定は15、16、ダブル、17、18、トリプル、19、20、ブルと進んでいき、 仮に自分が一本も入らなくても次に進む点が、ラウンドザ・クロックとの大きな違いである。そのため、ゲームは必ず9ラウンドで終了する。歴代の PDC ワールドダーツチャンピオンシップ出場者世界最高峰のダーツトーナメントである PDC ワールドダーツチャンピオンシップには、日本人枠が1枠あり、2009年度大会までは、日本ダーツ協会が、 出場者を派遣していたが、2010年度大会から誰でも参加できる PDC チャレンジトーナメントによって出場者を決定することとなった。PDC ワールドダーツチャンピオンシップが世界最高峰のトーナメントであり、賞金も他のダーツトーナメントに比べ軍を抜き裂いたのため、その予選である PDC チャレンジトーナメントも日本におけるスティールティップダーツのトーナメントでは、 他の追随を許さない規模になっており、実質的に日本最高峰のトーナメントとなっている。歴代の PDC ワールドダーツチャンピオンシップ日本人出場者は以下の通りである。歴代の PDC ワールドカップ代表歴代の PDC ワールドカップ日本代表は以下の通りである。歴代の WDF ワールドカップ代表、ありがとうございます。